ケーメとは、中世から江戸時代初期にかけて、京都を中心として用いられた金の表量単位。京都においては、鎌倉時代頃より、金一行イコール四問目五分、銀一行イコール四問目三分とする慣例が行われるようになっていたが、南北朝期には金についての慣例を、ケーメと呼び、地方で行われている金一行イコール四問目。 4問目2分、5問目、などの慣例を、田舎目と呼ぶようになった。これらのうち、金一両イコール5問目と、田舎目が経明より重い理由として、江戸時代の草間直方、三かずいには、京都への運賃説を唱えているが、実際のところは不明である。室町幕府は経明を、皇帝の表領としていたが、日本全国に、同一の土力校を徹底させるだけの政治力は、 なかった。文明16年に、通を大,大内氏で出された大内氏を着て書には、当時の同志の両国では一両イコール五問目の田舎目が通行していることを非難して、軽目による取引に従わない者を処罰することが謳われている。安土桃山時代から江戸時代初期にかけて軽目に変動が生じ、金一両イコール四問目四分、銀一両イコール四問目三分が行われるように、 なり、金、銀の間で変動が生じた。また、京都と地方との経済的な関係が強化されるに、つれて、京目を基準とした取引が地方でも行われるようになっていった。四問目五分から四問目四分へ変化したのは、金貨の通貨単位が四進法であることに便宜を図ったものとされる。江戸時代の小判一両は、京目一両の金が基準であり、 慶長小判の両目は計目一両すなわち四問目四分の金に8分二輪の銀を加え、金座による中造手数量である分一金、一割すなわち四分四輪と吹き減り分二輪を差し引き四問目七分六輪となったとする説がある。ありがとうございます。